シリーン地図 Google マップ、太平区太平区いろりの里太平街、同氷太平塾は、長野県飯田市に存在した宿場町である。中仙道と山州街道を結ぶ太平街道のほぼ、中間地点、標高1150メートルの太平高原と呼ばれる山中のわずかな平地に建物が点在している。現在は、いろりの里太平塾として保存され、不定期で、 各種イベントが行われている。また一般開放されているので、協力費を添えて申し込めば、古民家一軒を借り切って宿泊することも可能となっている。2017年4月以降、太平塾の宿泊の問い合わせは、言い出しからの指定管理者となった南信週間高校舎が行っている。江戸時代中期、稲谷と中仙道の妻子塾を結ぶため、 飯田藩によって建設された街道である。それまで木曽谷へ行くには、稲市の御ン街道を経て、奈良井塾へ行くルートしかなく、木曽山無役を南へ大きく迂回しなければ、妻子塾へ行くことができなかった。この街道の開通により、最短距離で妻子塾へ行くことが可能となった。飯田市中心部の山州街道を起点に、長野県道8号、飯田奈義線、飯田峠と、 太平峠を経て、木曽郡渚町南部の東保新地区で、国道256号線となり、渚町を東地区で、中仙道と合流する街道である。なお、街道の内長野県道8号、飯田渚線は、東急閉鎖となっている。太平街道が開通したことにより、木地市の大倉五平寺と、国商人の山田や新七が、品の飯田藩から許可を得て開墾したことに始まる。 五平寺は炭焼きを中心とした林業のため、新七は飯田基礎館の穀物流通を進めるため、基礎地域の百少数家族と共に太平を開墾した。また、太平街道の安全を図るため、街道の改修工事なども積極的に行った。その後、飯田藩により、太平街道の通行を命じられた者や、元前工事参りの参拝者が滞在するようになり、 文化年間には茶屋宿として栄えた。明治になると、太平第三番小学生堂学校や太平郵便局も設置され、長野県南部と周辺都市との交通や物流の要所となった。明治42年、基礎に中央本線が全線開通すると最盛期を迎え、個数70を超える賑わいを見せた。しかし、大正12年に稲田鉄が飯田まで開通すると、 それまで太平塾を通って中央線を利用していた人々が減少し、さらに昭和三十年代に西内寺村の西内寺峠を越える国道二百五十六号が開通すると太平街道の交通や物流は減少の一途をたどった。また高度経済成長によるエネルギー需要の変化により村の中心産業であった林業が成り立たなくなり昭和三十五年の個数は 前世紀の半数以下の38個にまで減少した。昭和45年、住民の総意として集団移住を決定し、同年11月末、太平塾は約250年の歴史に幕を下ろしたが、現在でも有志によってその維持が続けられている。また、平成29年、太平塾を残す会は解散したが、引き続き宿泊体験は、 南進週刊高校舎を窓口として行われている。基礎となる峠道は鎌倉時代後期にはすでにあったようだが、獣道のようなありさまでほとんど通る人はなかったようである。ありがとうございます。